Please have a look carefully at the woman in the center. She looks like this woman has two legs. But as a matter of fact, this woman has only one leg. At first glance, she looks like she also has her right foot drawn. But this is not her foot. It is a kind of tricky picture that looks like her leg. This woman has only one leg. In other words, this woman is Lamia, whose lower body is a serpent. By drawing a one-legged person, both Michelangelo Buonarroti and Leonardo da Vinci expressed that the person was Lamia, whose lower body is a serpent.中央の女性を注意深く見てください。この女性には2本の脚足があるように見えますが、実際にはこの女性には1本の足しかありません。一見すると右足も描かれているように見えますが、しかしこれは足ではありません。足に見せかけた騙し絵です。つまりこの女性には1本の足しかありません。つまりこの女性は下半身大蛇のラミアということになります。ミケランジェロもダヴィンチも一本足の女性を描くことで、その人物が下半身大蛇のラミアであることを表現しました。広志林、浜松シティ、ジャパン。The Lamia is Greek misname of an evil spirit who abducts and devours children, meaning large shark. The name means vampire in Latin and fiend in Arabic. The Lamia has been ascribed serpentine qualities which are part serpent beings. These include half woman and half snake beast. In the painting of the entombment, which has been said to be painted by Michelangelo Buonarroti, you may see two Lamia who seem at least to have only one leg. 下半身大蛇の魔女、それがラミアです。子供を誘拐し、そして子供を食べていたと言われています。ラテン語では吸血鬼、アラビア語では鬼を意味します。
ミケランジェロ・ブラヌッチが描いたと言われる埋葬の絵の中にも少なくとも足が一本しかないと思われる二人のラミアが描かれていました。広志林、ハメメシティ、ジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。ミケランジェロ・バルヌティが描いたと言われている埋葬です。この埋葬の右下の人物に注意してください。頭に注意してください。この頭はですね、ただの帽子ではありません。よく見るとですね、目のようなものが描かれているのがわかります。で、その頭はまさしく蛇の頭ということになります。薄く目が見えますね。で、この人物の足を見てください。一見すると2本足があるように見えますが、確認できるのは1本だけです。向かって右側の左足はですね、衣がややめくれているためにですね、2本あるように見えますが、これも騙し絵の一つです。と言いますと、皆さんの中には、いやこれは日本だというふうにおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、そう結論を出すのは少し待ってください。今度は向かって右側のこの人物の足を見てください。足一本は確認できますが、しかし向かって右側と言いますか、この人物の右足は見えません。一見するとあるように見えますが、この矢印の部分はその右に描かれているモンスター怪獣フンババの輪郭です。足ではありません。これも騙し絵の一つです。一見右足があるように見えますが、これは足ではなくて、その右に座っているシャマーシュのペットフンババの輪郭です。黄色い線でそれを示してみました。一見すると足に見えますが、足ではありません。つまりこの人物も足が一本しかないということになります。まあ、こうして、つまりこのような形でミケランジェロ・バルヌッティはですね、埋葬の絵の中に2人のラミアを描いたということになります。左の一見天使に見えるような人物、これもラミアです。そして右の人物も、私林印はイナンナ・マリアと判断しましたが、この人物もラミアです。で、話を少し戻します。左の人物がですね、ラミアである証拠の一つが頭にあるということになります。もう一度この絵を見てください。頭の部分をやや明るくし切り出してみました。で、その中央にですね、目のようなものがあるのは分かります。そうです、目です。これは蛇の頭であり、そして蛇の目ということになります。右の方によく似た蛇の頭を並べてみました。このような形でこの女性は、つまりは大蛇であることを示しています。そしてその下半身はあたかも2本の足があるように見えますが、しかし1本は確認できますが、もう1本は確認できません。同じような手法でレオナルド・ダ・ヴィンチはアンギャリの戦いの中で、やはりそのような人物を描いています。中央の人物に注意してください。奇妙な帽子をかぶっていますが、この帽子はですね、見方によっては
何かの怪物に見えます。つまりミケランジェロもダ・ヴィンチも同じ手法で怪物を表現したということになります。そしてダ・ヴィンチの描いた岩窟の聖母ルーブル版です。中央の人物はラミアです。下半身大蛇です。と同時に右側の人物に注意してください。ポーズが不自然です。で、このポーズでは前につんのめって倒れてしまいます。つまりこの人物もラミアということになります。手で重心を支えているかのように見えますが、この人物の左手は軽くその前の子供に触れている程度です。つまりこのような形でミケランジェロもダ・ヴィンチも同じコンセプトを持った絵を描いたということになりますが、裏を返しているとミケランジェロもダ・ヴィンチも自分では絵を描いていませんでした。もう一人上の人物によって描かされていたということになります。で、左下の人物はラミア、そしてその上がバプティストのヨハネ、中央にシャマーシュエス、その向こうに裏切り者のユダ、そしてその右にミナンナ・マリア、そしてその右にイエスの妻のベタニアのマリア、そして右下にですね、シャマーシュのペットモンスターフンババが描かれています。こうしてここに描かれている人物のすべての正体を明らかにすることができました。つまり左下の人物は蛇の頭を持ち、下半身大蛇の、つまりはラミアということになります。で、結論ということになります。ミケランジェロもまた下半身大蛇のラミアを描いていました。そしてもう一人、マンチェスターの聖母の中に描かれている聖母も一本足の、つまり下半身大蛇のラミアということになります。それについては続く動画の中で説明しますが、つまりもう一度この絵を見てください。それがこの動画の結論ということになります。頭には蛇の頭が描かれています。目があります。口もあります。そして足は2本あるかのように見えますが、よくよく見ると1本しかないのがわかります。つまり下半身大蛇のラミアということになります。そしてこの手法で描かれているのが糸車の聖母 by レオナルド・ダ・ヴィンチです。あの糸車の聖母もですね、一見足が2本にあるかのように見えますが1本しかありません。つまりコンセプトが同じ、共通しているということになります。もう一度この足をしっかりと確認してください。で、そのことをより確かにしているのが向かって右側に描かれている人物ということになります。一見すると2本足があるかのように見えますが1本だけです。向こう側にある、右側の足と思われる足はですね、これは足ではなくて、その右に描かれているフンババの輪郭線です。つまりこれも騙し絵ということになります。つまりこの人物、すなわちイナンナ・マリアはですね、この絵の中に描かれているイナンナ・マリアはですね、一本足の人物であることを示しています。こうしてミケランジェロはですね、ここに描かれている人物、左下の天使と言われている人物、そして右の、この人物はラミアであることを示しました。The Lamia is Greek misname of an evil spirit who abducts and devours children, meaning large shark. The name means vampire in Latin and fiend in Arabic. The Lamia has been ascribed serpentine qualities which are part serpent beings. These include half woman and half snake beast. In the painting of the entombment, which has been said to be painted by Michelangelo Buonarroti, you may see two Lamia who seem, at least, to have
only one leg. 下半身大蛇の魔女、それがラミアです。子供を誘拐し、そして子供を食べていたと言われています。ラテン語では吸血鬼、アラビア語では鬼を意味します。ミケランジェロ・ブラノティが描いたと言われる埋葬の絵の中にも少なくとも足が1本しかないと思われる2人のラミアが描かれていました。広志林、ヘメメシティ、ジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。ミケランジェロ・バノルティが描いたと言われている埋葬です。この埋葬の右下の人物に注意してください。頭に注意してください。この頭はですね、ただの帽子ではありません。よく見るとですね、目のようなものが描かれているのがわかります。で、その頭はまさしく蛇の頭ということになります。薄く目が見えますね。で、この人物の足を見てください。一見すると2本足があるように見えますが、確認できるのは1本だけです。向かって右側の左足はですね、衣がややめくれているためにですね、2本あるように見えますが、これも騙し絵の一つです。と言いますと、皆さんの中には、いやこれは日本だというふうにおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、そう結論を出すのは少し待ってください。今度は向かって右側のこの人物の足を見てください。足一本は確認できますが、しかし向かって右側と言いますか、この人物の右足は見えません。一見するとあるように見えますが、この矢印の部分はその右に描かれているモンスター怪獣フンババの輪郭です。足ではありません。これも騙し絵の一つです。一見右足があるように見えますが、これは足ではなくて、その右に座っているシャマー種のペットフンババの輪郭です。黄色い線でそれを示してみました。一見すると足に見えますが、足ではありません。つまりこの人物も足が一本しかないということになります。まあ、こうして、つまりこのような形でミケランジェロ・バラノティはですね、埋葬の絵の中に二人のラミアを描いたということになります。左の一見天使に見えるような人物、これもラミアです。そして右の人物も、私林氏はイナンナ・マリアと判断しましたが、この人物もラミアです。で、話を少し戻します。左の人物がですね、ラミアである証拠の一つが頭にあるということになります。もう一度この絵を見てください。頭の部分をやや明るくし、切り出してみました。で、その中央にですね、目のようなものがあるのは分かります。そうです、目です。これは蛇の頭であり、そして蛇の目ということになります。右の方によく似た蛇の頭を並べてみました。このような形でこの女性は、つまりは大蛇であることを示しています。そしてその下半身はあたかも2本の足があるように見えますが、
しかし一本は確認できますが、もう一本は確認できません。同じような手法でレオナルド・ダ・ヴィンチはアンニャリの戦いの中でやはりそのような人物を描いています。中央の人物に注意してください。奇妙な帽子をかぶっていますが、この帽子はですね、見方によっては何かの怪物に見えます。つまりミケランジェロもダ・ヴィンチも同じ手法で怪物を表現したということになります。そしてダ・ヴィンチの描いた岩窟の聖母ルーブル版です。中央の人物はラミアです。下半身大蛇ですと同時に右側の人物に注意してください。ポーズが不自然です。で、このポーズでは前につんのめって倒れてしまいます。つまりこの人物もラミアということになります。手で重心を支えているかのように見えますが、この人物の左手は軽くその前の子供に触れている程度です。つまりこのような形でミケランジェロもダ・ヴィンチも同じコンセプトを持った絵を描いたということになりますが、裏を返しているとミケランジェロもダ・ヴィンチも自分では絵を描いていませんでした。もう一人上の人物によって描かされていたということになります。で、左下の人物はラミア、そしてその上がバプティストのヨハネ、中央にシャマーシュエス、その向こうに裏切り者のユダ、そしてその右にイナンナ・マリア、そしてその右にイエスの妻のベタニアのマリア、そして下にですね、シャマーシュのペットモンスターフンババが描かれています。こうしてここに描かれている人物のすべての正体を明らかにすることができました。つまり左下の人物は蛇の頭を持ち、下半身大蛇の、つまりはラミアということになります。で、結論ということになります。ミケランジェロもまた下半身大蛇のラミアを描いていました。そしてもう一人、マンチェスターの聖母の中に描かれている聖母も一本足の、つまり下半身大蛇のラミアということになります。それについては続く動画の中で説明しますが、つまりもう一度この絵を見てください。それがこの動画の結論ということになります。頭には蛇の頭が描かれています。目があります。口もあります。そして足は2本あるかのように見えますが、よくよく見ると1本しかないのがわかります。つまり下半身大蛇のラミアということになります。そしてこの手法で描かれているのが糸車の聖母 by レオナルド・ダ・ヴィンチです。あの糸車の聖母もですね、一見足が2本にあるかのように見えますが1本しかありません。つまりコンセプトが同じ、共通しているということになります。もう一度この足をしっかりと確認してください。で、そのことをより確かにしているのが向かって右側に描かれている人物ということになります。一見すると2本足があるかのように見えますが1本だけです。向こう側にある、右側の足と思われる足はですね、これは足ではなくて、その右に描かれているフンババの輪郭線です。つまりこれも騙し絵ということになります。つまりこの人物、すなわちイナンナ・マリアはですね、この絵の中に描かれているイナンナ・マリアはですね、一本足の人物であることを示しています。こうしてミケランジェロはですね、ここに描かれている人物、左下の天使と言われている人物、そして右の、この人物はラミアであることを示しました。続く動画の中でさらに詳しく説明します。
もう一度最初から簡単におさらいしておきたいと思います。ミケランジェロ・ブラノティなる画家が描いたと言われている埋葬と題された絵です。今中央で四角で囲んだのが一本足のマリアです。そして左下の足に注意してください。やはり一本足です。そしてその頭には蛇を模した帽子をかぶっています。まあ、このような形でミケランジェロなる画家を通してですね、その上のもう一人の画家はですね、メッセージを残したということになります。つまり中央のマリアの一本足と、そして左の天使の一本足を足して、つまりは一人の魔女、下半身大蛇のラミアを示したということになります。これを 1+1=1 の原則と言います。例えば受胎告知の中では、ダヴィンチは中央にガブリエルを置き、右にマリアを置き、その二人の人物を出して一人のフクロウの魔女ストリクスを表現しました。同じように、岩窟の聖母の中では中央のマリアと右の天使を出してですね、一人の魔女すなわちラミアを示しました。同じようにミケランジェロなる画家もですね、まあ、一応そのようにしておきますけども、このような形で 1+1=1 人の魔女下半身大蛇のラミアを示しました。そしてこれはダ・ヴィンチの描いたセント・ジェロームの絵ですけども、その中にこのような隠し絵を仕込みました。苦しみと悲しみ、怒りと憎しみに満ち溢れた子供の顔ということになります。腹の部分です。そして同じようなタッチで、今度はミケランジェロなる画家がですね、中央のマリアの大腿部、足のところに一人の女性を描きました。と言ってもただの女性ではありません。見るからに不気味な女性ということになります。こうしてコンセプトが一致していきます。つまりこれらの絵はですね、ダ・ヴィンチが描いた絵でもないし、ミケランジェロが描いた絵でもないということです。もう一人その上の画家、つまりカイン・キリストが描いた絵ということになります。なぜカイン・キリストかということについては別のところで何度も詳しく説明しましたので、ここでは省略しますが、要するに1500年代のですね、ルネサンスの時代にカイン・キリストがですね、再臨し、そして人間を指導し、あるいは人間にこうした絵を与えた、描き与えた、描き方を教えた、いろいろ考えられますけども、こういう形で人間と接点を持ったということになります。つまりこれらの絵画はただの絵画ではないということになります。つまり神々のメッセージということになります。逆に考えますと、こうした絵画をですね、逆にもう一つね、もう一つ逆に解釈することによって、神々の意図、意思、そして教えを私たちは理解し読み取ることができるということになります。まさにミケランジェロなる画家が描いたと言われている埋葬はそのメッセージということになります。で、次になぜこのような絵画を、まあ、神がですね、私たち人間に残したかということになります。つまりこの絵画を通して、まあ、つまり埋葬を通してですね、シャマーシュイエスの悲劇を私たちに伝えたということになるのではないでしょうか。話をつなげます。
It is said that Michelangelo Buonarroti's panel painting of this was drawn around 1500 years, and that is a painting titled The Entombment. But I don't really know if it's really a panel painting painted by Michelangelo. This is because the panel paintings only show the facts I, Hiroshi Hayashi, have discovered after 2012. But that's not the point for today. In the picture, they're painted from the lower left, an angel, John the Baptist, in the upper center, Judas the Traitor, in the upper right, Maria of Bethany, a sister of Martha. Maria of Bethany is a wife of Shamash Jesus, and to the left of her, Inanna Maria, and in the lower right of it, Fumbaba, Shamash pet monster. Of course, the half-dead person who closes his eyes in the center is Shamash Jesus. Shamash Jesus was already killed or murdered by the three people, John the Baptist, Judas the Traitor, and Inanna Maria, before he was crucified on the cross. The picture entitled The Entombment is a painting that expresses these facts, but in this video, we pay attention to the two women standing in the right. On the left is Inanna Maria, known as Madonna, and on the right is Maria of Bethany, the wife of Shamash Jesus. Please pay attention to the eyes and facial expressions of the two. Inanna Maria's eyes are so sharp, and nictitating membrane is depicted in her eyes. And then it seems that Maria of Bethany has traces of torture. Her left eye is swollen and has a large bump-like scar on her face. The wife of Jesus, Maria of Bethany, may also have been tortured together with Shamash Jesus. Also, please notice her sad face, and her face is away from Shamash Jesus, because she is his wife. では、最初からもう一度日本語で説明します。ミケランジェロが1500年前後に描いたと言われているパネル画、それが埋葬と題された絵画です。が、本当のところ、つまりそれが本当にミケランジェロが描いたパネル画であるかどうかについては分かっていません。また、私もそう思っていません。というのも、そのパネル画の中には2012年以後、
私、林浩司が発見した事実ばかりが描かれているからです。が、それが今日のポイントではありません。この絵の中には、左下から天使、バプティストのヨハネ、中央上に裏切り者のユダ、右下にマーサの妹でもあり、シャマーシュイエスの妻であったベタニアのマリア、そして左にはイナンナマリア、さらにその右下にはシャマーシュのペットモンスターであったフンババが表現されています。もちろん中央に半死の状態で目を閉じている人物がシャマーシュイエスということになります。シャマーシュイエスはバプティストのヨハネ、裏切り者のユダ、そしてイナンナマリアによって十字架に貼り付けになる前にすでに殺されていました。埋葬と題された絵はそれを表現した絵画ということになりますが、この動画の中では右に立っている二人の女性に注意してください。左にいるのがマドンナと呼ばれているイナンナマリア、そしてその右に立っているのがシャマーシュイエスの妻のベタニアのマリアです。二人の目と表情に注意してください。イナンナマリアの目は鋭く、大変鋭く、その目の中には瞬膜が表現されています。またベタニアのマリアの顔には拷問を受けたような痕跡が残っています。その左目は腫れ、顔にはコブのような大きな傷まで残っています。イエスの妻、つまりベタニアのマリアもまた何らかの拷問を受けていたのかもしれません。悲しげな表情をし、顔をシャマーシュイエスから遠ざけている姿に注意してください。夫イエスの死に耐えられなかったからだと私林浩司は考えています。広し林、浜松シティ、ジャパン。で、ここではですね、マリア、イナンナマリアのこの目に注意してください。極めて鋭いと言いますか、冷徹な目をしています。白人の女性の場合ですね、このような目を持っている女性は大変少ないと思います。下がですね、鋭い目として紹介されている写真です。で、上がイナンナマリアの目ということになります。そしてこの目の中にはですね、右の方に瞬膜が表現されています。今赤枠で囲ってみました。私林浩司はこれを瞬膜と判断しました。で、その右に立っている女性がイエスの妻、つまりベタニアのマリアということになります。イエスの世話係をしていた、ベタニアのマーサの妹ということになります。それについての動画は別のところで紹介しましたので、またそちらをご覧になってください。そのベタニアのマリア、つまりイエスの妻はですね、大変悲しげな表情をしてイエスから目をそらしています。まともにイエスの姿を見ることができなかったものと私は判断しています。そしてそのベタニアのマリア、つまりイエスのマリアの顔にはですね、どうやら虐待を受けた、痕跡が残っているのではないかということです。はっきりはしませんけども、特に向かって右側の左目の周辺を見てください。普通ではありません。Luke chapter 10:38. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said.But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked,
Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, You are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary had chosen what is better, and it will not be taken away from her. イエスと使徒たちは道の途中で一つの村へとやってきた。そこにマルタと呼ばれる女性がいて、イエスたち一行をドアを開けて中へ迎え入れた。マルタには一人の妹がいて、イエスの足元に座り、イエスの話に耳を傾けていたが、マルタはマルタがしなければならない準備のため心を煩わせていた。そこでマルタはイエスにこう言った。主よ、主よ、妹のマリアは私だけにすべての仕事をさせていますが、それでよいのでしょうか。マリアに言って私を手伝うように話してくださいと。それに答えてイエスは、マルタよ、マルタ、あなたは心配し多くのことをしなければならず混乱していますが、一つのことが必要です。マリアは自分にとってより良い方を選びました。そしてその一つのことをマリアから取り去ることはできませんと。広志林、浜松シティ、ジャパン。That is to say that Mary chose listening to the teachings of Jesus over helping her sister prepare food. Jesus responded that she was right because only one thing is needed, one thing, apparently, meaning listening to the teachings of Jesus.つまりマリアはイエスの教えを聞くことを選び、彼女の姉のマルタが食事の用意をするのを手伝わなかったというのです。で、聖書の一般的な解釈によれば、ここで言う一つのことというのはイエスの教えに耳を傾けることということになります。The Conspiracy of Gas, Episode 5. When we see a familiar painting, we begin to repeat the process of putting our own feeling in it as usual, according to our common sense we have had. Then Albert Einstein wrote, Common sense is a collection of prejudices acquired by age 18. Or, more often, Hiroshi Hayashi say here that common sense might blind us. Here is another example, the Madonna of the Young Winder, painted by Leonardo da Vinci. In this painting, you can see Madonna or Bloody Maria after 1500 years, who eats a child.見慣れた絵を見ると、私たちはそれまでの思考プロセスを繰り返しながら、その絵を見ます。つまり、私たちの常識に従ってその絵を見ます。で、アインシュタインはこう書いています。常識などというものは、その人が18歳の時までに得た偏見の塊である、と。が、それだけではありません。その常識は大変しばしば、私たちを盲目にします。ダヴィンチの書いた糸巻きの聖母もその一例です。この絵の中では血にまみれたマドンナが子供を食べようとしています。正確には1500年後のマリアです。イエスではありません。
食用の子供です。広し林、浜松シティ、ジャパン。では、画面を見ながら説明します。糸車の聖母です。この絵画もまた修復されている可能性がありますが、それはさておきます。糸車の聖母は2枚あります。左を B バージョン、右を L バージョンとしておきます。で、B バージョンの方には、マドンナの、左手の指が描かれています。しかし、右の L バージョンの方からは、それが消えています。まずそれを皆さんに見ていただきますが、左の B バージョンの方には指がありますね。しかし、L バージョンの方からは消えています。そして、注意深くご覧ください。左の、B バージョンの指は異様に長いということです。で、これはですね、右の上の親指の爪を見てください。爪がしっかりと書かれてますね。ですから、左の B バージョンの親指も、の爪もここにあると判断します。その親指の爪ですね。今まで囲んだのが爪です。そしてこれがですね、人差し指、もしくは中指の爪ということになります。そしてその位置を比べてみますと、右がですね、比較的指が長いと思われる女性のですね、手の写真を並べてみました。で、比較してみますと、この親指と人差し指の付け根、そして人差し指の爪のあるところですね。この部分が異様に長いということです。これは前回と言いますか、少し前精査した時に皆さんに紹介しました。普通の指ではないということですね。岩窟の聖母子の中のマドンナも指が異様に長いです。それについてはこれに続く動画の中で説明します。こうしたおかしなところがあるということですね。他にもいろいろとおかしなところがあります。例えばこの子供ですね。これはイエスではありません。それは後で説明します。で、この部分がですね、左の方は割としっかりと書かれてますけども、右の L バージョンの方はですね、何かしら、おかしな形になっているのがわかります。これについては理由がわかりませんけども、もう一つ、私がですね、納得できないところがあります。それがですね、この頭なんですね。で、注意深くご覧ください。で、左の B バージョンの方もですね、右の L バージョンの方もですね、額に妙な、なんて言いますか、布のようなものが欠けてあります。右はですね、聖母子と聖安と聖母子ですね、の絵です。やはりダヴィンチの描いた絵ですけども、やはり、頭に奇妙なものが描かれています。これはミケランジェロが彫ったペーター像です。このペーター像の額にもやはりおかしなものが表現されています。これは偶然の一致なんでしょうか？それとも何か特別な意味のあるものなんでしょうか？私はこれをですね、レースと判断しておりましたけども、左の方を、ダヴィンチの描いた絵を見ますとですね、これがレースではないということはですね、上の髪の毛の付け根のところを見ていただくとわかります。すなわち、この白い、額を覆っているこの布のようなものがですね、額の、分かれているそのところからもう続いているということですね。すなわちこれは頭に巻いたレース、あるいは鉢巻きのようなものではなかったということを意味します。で、もう一箇所、注意していただきたいのが、この髪の毛なんですね。で、この髪の毛です。そしてこの左のですね、マドンナの胸元なんですね。注目をご覧ください。で、どうしてこれがおかしいかってことですよね。いわゆる、マリアだからおかしいのです。2000年前にこのような髪型、あるいはこのような衣服があったかという疑問もさることながらですね、マリアというのは貧しい大工の奥さんではなかったのでしょうか。それにしては豪華ですね。そして、極めつけはこの血にまみれたメアリーです。で、この、マドンナのですね、胸元を見ていただきたいんですけども、ここに奇妙な赤いラインがあります。このラインには見覚えがあります。聖安と聖母子の絵の中に同じものが描かれています。これは別の動画でですね、血であることを私が証明しました。比べてみてください。やはり上から下に垂れてますね。直線的に垂れています。そしてそれがですね、絵に描いた衣服のところで止まっています。汚れであるならば、絵に描いた衣服のところで止まるはずはありません。なあ、これはね、隠し絵、騙し絵という形でダヴィンチが
血を描いたということになります。そしてそれと同じものがですね、左の糸車の聖母の中にも描かれているということですね。で、もう一度見ていただきますけども、ここにですね、またそのこの子供のね、お腹にやはりこう奇妙なものが、まあ消されているような感じですね。これやはり私は修復されているんじゃないかと思います。右の方の絵と比べてみるとですね、色が全体に薄くなっています。しかし、明らかにこれは血ということになります。汚れではありません。で、右の方の絵と比べていただくとわかりますように、色風は同じなんですね。ということは、この子供の腹にもですね、同じような血が描かれているというふうに、林博士は判断しました。まあ、それは恐ろしい絵だということですね。で、もう一度、この聖案と、聖母子の絵を見ていただきたいんですけども、これは別のところで詳しく精査しましたので、そちらをご覧になっていただきたいんですけども、ここでは簡単に説明しておきます。これがですね、汚れか、それとも皮膚病なのか、それとも血なのかということで、まあ、調べていました。しかし、皮膚病ではありません。で、汚れでもないんですね。っていうのは、この赤い汚れのようなものがですね、顔の輪郭線で止まっています。そこに注意してください。ということは、もし汚れであるならば、まあ、こうして輪郭線のところで止まるということはないはずです。すなわち、意図的に描かれた、まあ、汚れ、すなわち、血であるということになります。まあ、いわゆる隠し絵、騙し絵の、まあ、手法ですね。注意深くご覧ください。まあ、ダヴィンチはこのような形で、っていうかね、1500年後にイエスはこのような形で、まあ、血を描いたということになります。で、聖安と、マリアの、まあ、皮膚にはですね、このような、汚れに見せかけた血が、まあ、描いてあるということですね。そしてこの衣服にも、まあ、いわゆる乾いた血と言いますかね、が描いてあります。この色はですね、乾いた血の色と同じです。で、それがですね、汚れでない証拠に、この衣服のシワとか、輪郭線のところに止まっている。輪郭線、まあ、シワに沿ってあるということですね。そして、輪郭線のところに止まっているということです。まあ、ここで簡単に皆さんにお見せしますけども、これは血なんですね。で、なぜこんなものを描いたかということなんですけどもね。まあ、1500年後のイエスがですね、なぜこんなものを描いたかですけども、まあ、それはですね、ここの絵の中に出ている、まあ、男の子に、その、理由を見ることができます。ともかくもここで見ていただきたいのはですね、このように、まあ、血に、いわゆる汚れに見せかけた血が描いてあるという点ですね。そして、まあ、ところどころに本当に汚れのようなものを書き込んであるわけです。まあ、こうしてですね、まあ、騙しているわけですね。で、これ特にこの、聖安の右腕の手のところですね、ここに、大きな、まあ、赤い、まあ、血が書いてあります。そしてそれはですね、輪郭のところで止まっているということなんです。なじ、これは、汚れでもなければ、また、まあ、皮膚病でもないということですね。衣服にもついてますからね。ですから、これは血であると。で、この、先ほど言いましたように、この上から、これは騙し絵なんですね。もし、まあ、汚れであれば、この衣服、絵に描かれた衣服のところで、この、まあ、流れが止まるということはありえないことです。なあち、まあ、こういう形で、これは血であることを示したわけです。衣服のところで止まってますね。しっかりと止まっています。なあち、これは、意図的に描かれた、まあ、絵ということになります。で、もう一度しっかりとここを見てください。そしてそれと同じものがですね、糸車の聖母の中にも書かれているということです。で、ただ冒頭に言いましたようにですね、絵が綺麗すぎますから、私は修復されている可能性があると思います。この、聖安と聖母子もですね、修復されて、現在はもうすごく綺麗になっています。で、この聖安のですね、手がですね、イエスと生まれる子供の、皮膚の下に潜り込んでいるところも注意してください。そして、この子供はですね、左手に短刀を持っています。そして、羊の頭に突き刺しています。先を見てください。白くありませんね。すなわち、これも騙し絵の手法ですね。一見すると耳のように見えるんですけども、短刀であるということですね。で、結論ということになりますけども、この糸車の聖母。の中にはですね、一見すると、出ますか、今現在日本に来ているそうですけども、03、03、03の連続ですけども、実はこの絵の向こうにはですね、恐ろしい、まあ、マリアの実像が描かれているということになります。なあち、これをマリアはですね、2000年前のマリアではなくて、今から500年前のマドンナであるということになります。となりますと、この子供はイエスということはありえませんね。彼は、イエスではなくて、マリアの、まあ、食用の子供であるということになります。なぜマリアは子供を食べていたか。
その理由は続く動画の中にあります。A young lady wrote in her blog, a young lady whom I suppose to be very wise, as follows. I never judge people on their first appearance, because sometimes people who seem sweet can be the biggest snakes, and the people who look arrogant and rude can be the nicest peopleEver when you actually get to know them. I, Hiroshi Hayashi, agree with her to say that she's correct and don't judge God by its appearance either. And I do believe that this is a message from kind Christ after 1500 years in the Renaissance.ある若い女性は自分のブログの中でこう書いています。人を見かけで選んではいけませんよとです。見た目にはスウィートな人でも中身は邪悪な蛇であることも多いというのです。そして一方、見かけの悪い人、例えば傲慢で失礼な人ほど中身は良い人であることが多いとです。私林浩司は1500年後のカイン・キリストは次のようなメッセージを私たちに残したものと判断しています。つまり神もまた見かけで選んではいけませんよとです。で、今日はダ・ヴィンチが書いたとされる糸車の聖母の中の聖母について考えてみたいと思います。この糸車の聖母という絵の中に描かれている聖母もまた下半身大蛇のラミアだったという話です。広志林、浜松シティ、ジャパン。では最初からもう一度画面を見ながら説明します。ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる糸車の聖母です。2枚あります。で、明るくしてみるとですね、向かって左側にその足が見えてきます。今白い線で描いてみましたが、足がですね、どうやらお腹の下から出ているような感じに描かれています。そして向かって左の方にですね、小さくもう一本の足も描かれているようですけども、別の足というよりはつながっているように思います。そこで実際に座っている女性と比較して見ることにしました。右が実際に座っている女性ということになりますが、足の付け根の位置に注意してください。まあ、その足の付け根の位置がですね、まあ、マリアの場合は上の方に上方に上がっているということになります。となりますと膝を上に上げているのかなという感じですけども、どうもそうでもなくて、太い足が一本お腹の下から出ているのがわかります。で、岩窟の聖母の中に描かれている聖母イコールラミアと比較してみます。右が岩窟の聖母ルーブル版です。で、この白い枠で囲った部分を大きくし明度を上げてみるとですね、衣服がどこか不気味ですね。右はラミアです。で、その衣服のコンセプトと左の糸車の聖母の衣服のコンセプトが似ている。つまりどこか不気味さを感じさせるという点でコンセプトが共通しているということです。で、右がもう一枚の糸車の聖母ということになりますが、右の方は、まあ、輪郭線をですね、やや書き足してあるように見えます。そしてなんとなく向かってその左側の下にですね、もう一方の足が描かれているように、まあ、修正といいますか訂正されているのではないかと私は考えています。つまり左側の糸車の聖母の中の聖母の
右足は分かりにくくなっているのに対してですね、右の糸車の聖母の中の聖母の右足は右足であるかのように分かりやすくなっているということです。これをどう考えたらよいかということになりますけれども、続く動画を見てくださればですね、4人のラミアということになり、そしてこの糸車の聖母の中に描かれている聖母もまたラミアの可能性が高いということになります。言い換えると、糸車の聖母の中の聖母だけがですね、ラミアでないと考えることは難しいということになります。で、まず3人のラミアを紹介します。パブロ・ピカソの描いたラミアです。ゲルニカという絵の中にそれが表現されていました。右の方に尻尾が伸びているのがわかります。中央はミケランジェロが描いたマンチェスターの聖母の中の聖母です。そして右がですね、岩窟の聖母の中の聖母です。皆ラミアということになります。そして今回ですね、糸車の聖母の中の聖母も下半身大蛇のラミアであると私林博士は判断しました。つまり一連のこうした流れの中でそれがどういう絵であるかを判断しなければならないということです。続く動画は少し長いですけども、どうかご覧になってください。また最後のところでお会いします。バイ。ある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など、逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお闘牛や馬が意味するものとしては、牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や、牛を人民先生、馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。
Lamia in ancient Greek mythology was a woman who became a child-eating monster after children were destroyed by Hera, who learned of a husband Zeus tryst with her. Hera also afflicted Lamia with sleeplessness, so she would anguish constantly, but Zeus gave her the ability to remove her own eyes. 魔女中の魔女、それがラミアです。ゼウスのラミアとの愛引きを知ったゼウスの妻ヘラはラミアの子供たちを殺します。で、その後、自らは子供を食べる魔女になりました。で、ヘラはラミアを不眠にし、ラミアはそれに苦しみますが、ゼウスはラミアに自分の目を取り除く能力を与えました。ピカソは代表作「ゲルニカ」の中にラミア、つまりマリアを描いていました。広し林、浜松セリージャパン。1500年後のイエス・キリストはレオナルド・ダ・ヴィンチという操り人形芸術家を通して一枚の絵を発表しました。それが岩窟の聖母子ルーブル版です。ラミア or Lamia in English in ancient Greek mythology was a woman who became achild-eating monster after children were destroyed by Hera, who learned of her husband Zeus tryst with her. Hera also afflicted Lamia with sleeplessness, so she would anguish constantly, but Zeus gave her the ability to remove her own eyes. Lamia was also used as a bogey word toFrighten and discipline children. 子供を食べる魔女、それがラミアです。古代ギリシャ神話によれば、ゼウスとの密会を知ったヘラは、ラミアの子供を殺します。それがラミアをして魔女にした理由と言われています。上半身は女性、下半身は大蛇の魔女です。ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる岩窟の聖母の中の聖母はそのラミアでした。それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。広し林、浜松セリージャパン。今ご覧いただいている画像に注意してください。中央に描かれているのが聖母マリアです。そのマリアの胸の模様、様子、風合いと後ろの岩が一致している点に注意してください。つまりこのような形で1500年後のイエスは操り人形レオナルド・ダ・ヴィンチを使ってこのような絵を発表しました。つまりここに描かれている聖母、すなわちマドンナは魔女、子供を食べる魔女であることを表現しました。このような形をしているというわけですね。上半身が人間の女性、下半身は大蛇です。なぜ1500年後のイエスがダ・ヴィンチなる画家を通してこのような絵を描いたかについては別のところで説明しましたが、ともかくも今皆さんがご覧いただいているのは事実です。そこにある事実です。つまりこの事実をあとはどのように解釈するかですけども、このマドンナの向かって左側にいる子供はその餌の子供ということになります。イエスなんかではありません。餌の子供です。むしろ右側に座っている子供の方がイエスということになります。それについても別のところで証明しましたので、またそちらをご覧になってください。
ともかくも岩窟の聖母の絵の中に描かれているマドンナはラミアであるということです。現代アートの世界でも左右のようなラミアが表現されています。子供を食べる魔女、魔女中の魔女ということになります。繰り返しますが、この中央の聖母の向かって左側、聖母の右側にいる子供は、これはイエスではありません。餌の子供です。その証拠にマドンナの指先がこの子供の皮膚の下に潜り込んでいます。それについても別のところで証明しましたので、どうかそちらをご覧になってください。中央の聖母はラミアでした。